のチャーボくんゲームでなせウィラプリ2021でやってこうで、今回はバルセロナ新アイコニックガチャから登場した新バージョン伝説 IM マラドナ名称やっていきたいと思います。前作ウィラプリ2020でマラドーナ無料配布ですね、アイコニックモメントを名称したんですけど、もちろん以前の IM マラドーナよりも強化されております。マラドーナといったらやはりドリブル、伝説に残るね数々のプレー。今回特に注目してほしいのはキック力、ここがですね95度ね90後半乗せてる。ドリブル能力ねもちろん高くですね、やっぱブーストかけてスピシューも90超えて、ボディコンカンストスキルダブルダッチルーレット使い分けつつ突破して、根幹ミドルこれ持ってるんで、やっぱ今回のね超強化キック力、そしてカーブとのねコンボ相性抜群、ナンバー10打ち消し無印シールの形でねプレイスタイルをやっていく伝説の選手マラドーナ、アイコニック総合値マックス99。早速メインショーいきましょう。新登場 IM マラドーナ、好調アイコニックマラドーナ、ドリブル、そして今回キック力がですね90後半の成功でミドルシュートも狙いつつ、やっぱドリブル突破。さあマラドーナダブルタッチ、マラドーナ、おお、ナイス、その要求はでかい。さあ決めちゃえ、ナイスドリブル、ダブルタッチ、マラドーナ、おお、ナイス、その要求はでかい。ドリブルがね宙を舞うかのようなね、いやーいいね、なんかマラドーナらしいドリブルだったね。やっぱあの早い、くっつー、インザーギ早いわ、うまい、うけ、うまっ、今のはね、インザーギの抜け出し方完璧だったな。いやー、インザーギかー、やるねー。そして、マラドーナ、かわしてあげて、今回は完璧すぎるよ、それは。マジでシュート神がかりすぎ、マラドゥーナですね、あれが伝説のマラドゥーナです。 OK、 ここはチェフ、アイコニックマラドーナのねやっぱキック力がね神ってます。あー、ベッケンバウアー痛いね、痛いけど我慢、ネドベド今回来る、サンキュークライフ、あぶねー今の対戦です。前半に1ベッカム、クワイがソルキャンボー、くー、ベッカムをね積極的に狙ってきてるんだよね、お相手。いやー、インザーギがえぐいっすね。ベッカムのところやっぱりここがお相手のポイントあるから、ここから先は止めなければならないね。インザーギえぐいっすね、くー、うまいな。マラドーナのコロ、ラドーナのコロ、ラドーナのコロ、ループフラッシュ、完璧ですね。いやー、マジ、ルンちゃん、ルンメニゲーですね、今の。入んなかったか、あれ。で、カカが侵入して、マラドーナから、カカーガイパス、ガーッと、くわ、キーパーやるな。いやー、硬いなー、最後無理かな。くわー、引き分け、初戦はね、勝ちたかったですけど、ただ、マラドーナね、活躍やばかったね。まあ、ここのまずドリブルで、このバーストの避け方がね、まあ、スライディング来てたんですけど、お相手、そこをしっかりね、ジャンプでかわしてんだよね、あれ、多分。ここ見てください、これ。この避け方、この避け方、もう完全にマラドーナだね、これ。ドリブルのね、そしてこのね、キックがやっぱ高くなってるんでね、シュートインパクトも絶大。そして見せたね、ダブルタッチ緊急停止2枚かわして、まあ、プレス早かったんですけど、この位置からマラドーナね、コントロールカーブ、えぐい位置に来ましたね。ほんと、これなんか時間が止まった感じだったね。ルンメニゲやね、カカエのね、アシストも惜しい場面ね、たくさんあったので、お次はね、きっちり決めて勝ちたいと思います。ただね、マラドーナ、いやー、強いですね。まだ、行きましょう。まるでマラドーナのようなね、現実のドリブルでしたね。あそこのスライディング側しはね、やっぱパワーを逆に置いてパワー利用するみたいな。そこでクッとさらに加速。マラドーナの、やっぱり一回足元入れたところだったり、結構落ちてくるんですよね。結構落ちてくる動きあるんで。
しっかりそこを使いたい。マラドーナいける。よし、いやちょっと威力がよかったか。ただ今のドリブルコースがね、マラドーナナイス。拾ってあげてジャンプ。さあ見せちゃえ。よし、チェフはね、でもやっぱしっかり止めてくるね。いや縦から最高のドリブル見せてくる。縦から最高のドリブル。さあこれがですね、やっぱりアイコニックマラドーナの、あの辺はもうなんかマラドーナにしかできない技みたいな感じだよね。ふっ、オッケー、最高。マジかー、最高のドリをほんと見せてくれるぜ。マラドーナえぐい、マジで細かすぎ。いやっほー、うわー、そこ系だった。ただキレッキレダブルタッチね。まあドリからあそこのコンが決まってればもう理想でしたけど。オッケー、絶妙パスで、もう一個いけちゃったりしないか。ただかたかたかー、ゼロー。ここですね、ゴール。マラドーナの今度ルーレットでお相手の周りの縦入って、さらにダブルタッチ斜めからのキックフェイント続シュート。これね、やっぱルーレットのあそこの周りとかね、他の選手はなかなか引き出せないというかですね。ここのお相手の足がギリギリ伸びる前のところでね、しっかりマラドーナさらに1個入れてからの最高ですね。ダブルタッチとかのキレとかもね、やっぱ半端ないですからね、縦の1個だったりというね。まだまだマラドーナいきましょう。独特なね、ドリブル舞い。マラドーナアイコニック。この試合を見せてくれ。ナイス！いい、マラドーナ！ナイス！いい、マラドーナ！あそこの2枚抜けやばいですね。ナイス！いやーっと、やばい！アンバスティンがいるよな。うわー、すごいキレを見せてくる。あそこでピタッて止まれるのがね、最高。さあということで2対2ですね。この試合追いついたけどもう1点遠かったね。さあお相手にね先制はされたんだけど、このマラドーナ2枚抜きでほしい、これこれやばいでしょ。もうね、この選手のこと言っていいですね。このパスピタッ、これね、なかなか難しいと思うんですよね。やっぱピタッ止めるとこですね。マラドーナ、お次ラスト試合いきましょう。これいく、ラストマラドーナ勝ちましょう。まあ引き分けのとこやっぱ相手強い人多いですね。なかなかね、ドリでね難しくなってくる、ね、ところに突入してきましたね。いやー、お相手みんな強いね、本当。もう1点差の勝負とかに、ね、多分なってくる段階だと思うんで、まあ、レーティングはやっぱ1600、700ぐらいの方が多いからね。すげえ軽くかわしましたね、空振りで。すげえ軽くかわしましたね、空振りで。ボールあっち蹴るよみたいな。ボールあっち蹴るよっつって蹴らないね。マラドーナのあそこのフェイク、キックフェイント。さすが。グリーズマンがいるね、グリーズマン。あー、やばい。お相手のグリーズマンが怖い。ちょっとキーパー危ねえ。さあ、バスケットボール。バスケットボール。グリーズマン怖いな、やっぱ。さあ、こ。さあ、こ。さあ、このドリブル。ダブルタッチ。あー、ちょっとあれだったか。ただね、あの、ルーレットバースト系ダッシュ。まあ、あれ強いですね。ふっ。いや、すごい。それでも負けない。ここがマジで異常に硬いね。サンキュー。え、嘘、グリーズマン怖い。グリーズマン怖いが、オッケー、デイビスは落ち着いてますね、ここ。さあ、前半はいつろ。はい。で、ここ。絶妙パスだけどね、ちょっと手足入れてくるか。さあ、マラドーナ。この斜め取り。
で相手に当ててからのコンカカーミー、相手に当ててからのコンカカーミー、お相手とワンツーしていくスタイルねまさかのお相手とワンツーしていくスタイルの、まあ今のはちょっとラッキー的な感じでしたけど、マラドーナ、オッケー、ということで2得点、今回通り最高でしたね。ディフェンスからするとボール、あれだと思うね、消えたと思うね、これ。一瞬消えたところをね、しっかりその後マラドーナ運んで、ちょっとドロップ気味のシュートだね、これ。お相手の守備がやっぱ課題、中でもね、ここ、トラップして止めた状態でね、ステップなしでシュートができるね。まあ、ドリーシュートはね、かなり完璧な形を見せてくれましたね。また練習使って試合作りで遊びに来てください。まず、翔さんのバブ。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さん、また会いましょう。ドスクイプラネット。